はい、こんにちは。ブラックスクワット、スティーム版、プレイしていきます。今日はね、何使おうかな。まあ、モードはチームデスマッチなんだけど、デザートシティっていう、なんだっけ、もともとあったマップだよね。爆破マップでチームデスマッチ。で、シグ MPX 使おうかな。サブマシンガンで行きましょう。まあ、MP7 よりは、ま、多分、スペック的には強いと思うんだけど。さあ今日はこれを使ってプレイし、8対8ですね。まあこのマップ結構ロングがあって、スナイパーマップでもないか、結構長いね、距離が長い道が多いんでね、サブマシンガン的にはちょっとこういう入り組んだところを攻めていきたい。さあここ曲がったところにいると思ったけどいない。で、左向いたときに、おっと、ああ今いたんだけどな、タイミングが悪いっすね。右の方結構人がいるな。もうここ入っちゃっていいかな、したらであればサクッと入っちゃって、さあこの中に侵入して、あ、こっちいるな、多分人がいないな、思ったよりいなかった。いた、はい、頭抜いていく。おっと、ビビった。はい、一人やる。で、横からいた。はい、手前一人やって。この場所結構強いんですよね。ここ取ったもん勝ち。さあ飛び降りるか。飛び降りちゃってもいいんだけどね。あ、取られちゃったな。多分出てくるところをやって、もう一人、あ、マジか、ハンドガンに負けてしまう。右詰まりすぎ、ちょっと左行こうかな、下。さあ敵いないことを確認して頭だけを出して、いないね、左見る、いない。ちょっとクリアリングしてないですね。さあ上を渡って、お、裏取っていくね。はい、裏取って、もう一人頭を抜いていく。え？後ろかな？いないかな？あ、いた！はい、もう一人。飛び降りて、スナイパーをヘッドショットしていく。で、このね、土管強いんですよね、ここ。ここで頭だけを出して、こうやってやるんですよ。こうやってね、こんな感じでやるんですよね。強いっす。ここめっちゃ強い。はい、見られた。見られたけど、ちょっとね、はい、後ろに退避して、上来るでしょ？はい、上やってく。で、あー、ダメか。アサルトにやられてしまった。なになになに？この辺いるの？おっと？敵が？あ、もう大丈夫？でも結構攻められてんな。で、ロングはいない。意外と見てないね、ロング。チームデスマッチだと。いた！おぉ、マジか。うまいっすね。さあ、戦況を見ると、右側に、あー、まあ同じくらいか。ちょっと左側からじゃあ、展開していこうかな。で、スナイパーをじりじり寄って。ここね、いつもろくなことになんねえんだよな。あー、やべ、二人いる。くそ。あー、リロードだ。弾が切れてしまった。ちょっともったいないかな。あんまり、あそこね、行くもんじゃないんだよね。よし、やっぱ右から行こう。なんだなんだ、どうした？はい、さあリロードして突っ込んでいく。左見て、さあジャンプして、おっと、あそこどうすかな。ここ降りちゃっても、おー、後ろか。後ろ見てなかった。左全然行ってないけど、大丈夫これ。あー、やっぱ後ろか。誰も行ってないからね。ちょっとこっち見るか。あ、でももう倒した？じゃあいいか。あんまり左から攻めたくないんだよな。ってことで、ロング、右、ここ。ここからね、行かなきゃね。はい、奥見る。で、
おっと、サブマシンガンの強み生かして、もう一人、奥に一人。おっ、やべ、あー。覗かないとダメでしたね、あそこは。54対57。ちょっと負けてるな。で、下はもう降りないよ。土管の上乗って、あ、来るね。来た来た来た。はい、倒す。で、裏入って、お、いいね。見られた。よし、頭抜いて。結構近距離だったらこの武器頭抜けるんですよね。よーし、倒した。まあ、音で分かってますわ。さあ、入って。いた！見られたな。まあ、頭抜くよね。あれ、止まってるから。敵がもう来てるかな？来てますね。サクッと後ろから撃っていく。さあ、右。見ない、右、こっち見る必要あるかな？来てないね。はい。急に展開してびっくりしただろうけど。サクッと倒して。さて、裏を取ったぞ、ついに。来るかな？来るかな、来るかな。あ、来た。はい、頭。いいですね。ちょっとね、位置を。変えますか。狙われるとめんどくさいんで。あんま見てないな、こっち。つか。こっち、こっち人いんの？うわ。よし、頭で狙って。いた！スナイパー。もう降りたか。いや、ほっとこう。じゃあ、ここですよ。出てきた。ナイフ持ってる。あ、やべ、弾なくなっちゃった。あかーん。やべやべ。ほら、一人。ダメだ、ダメだ、ダメだ。おーっと、裏回れた。くっそ。いや、でも負けてんだよな。なんとかなんないかな、これ。あ、今ちょっと背中が見えたんですが。よし。おー、ナイス。中開いていきましょうか。おー、いてててててて。多分下だな。こん中入ってみようかな。おー、なんだ、見てるし。すげえ。わかってますか。まあ、音でね、わかっちゃったかな。お、また、また？お、なんだこれ？さっきから。はい、頭だけ出して、有利ポジ使って倒していく。ジャンプ。あー、今、人影見えた。人影見えた。もう一回やろう。いた！ほら！あ、ダメだ。もうやめよう。よし。おー、マジ？なになになに？どうやって今やられたの？時間もないな。はい、リロード中に倒していく。で、ここから左へ入って、ちょっとやめとこう。おっと、後ろリロードして奥にいるの分かってるぞ。あいつを倒して、よし、あぶね。さあ、中に入っていく。はい、ジャンプ打ち。で、裏取って。あ、ここ入ってくるな。おっと、意外と来ない。いた！よーし。いいね、駆け引きですね。さあ、来た。音で、おー、やられた。AK。これ厳しいな。30秒か。30秒で、
15キルぐらいしなきゃいけない。無理でしょこれは。いた、はい、一人やって。もうどこどこ、あ、後ろか、そこか。あー、もう絶望。はい、そこ一人。右側が全然見れてないけど、その辺敵いるんじゃないの。なことない。おっと、手前敵倒して、さて終わってしまった。負けちゃったよー。まあ MPX はやっぱ使いやすいですね。普通に強いと思う。だからまあ結構いいんじゃないかな、この武器。ハンゲーム版も MPX なかなか使えるなとは思ってたけど、全然いいと思います。ということで以上です。